できたできた、新しい学校ができた、巨大な校舎の完成だ。ねえリカ、この学校なくなるらしいよ。嘘でしょ。それがどうやら本当みたいなんだ。この校舎の代わりに新しい校舎を建てるんだって。町のみんなで作る一大プロジェクトらしいよ。お姉ちゃん、ミキちゃん、マキちゃん、学校作りを手伝いに来たよ。幼稚園児まで。よし、みんな協力し合ってやるしかない。まずは材料の段ボールを用意して、物差しと鉛筆で設計図を描いていくよ。学校を作るってみんな簡単に言うけど、めちゃくちゃ大きいからね。作業を分担してやればきっと早くできるわよ。フェンス、下駄箱、たくさんの窓に学校のシンボル、大きな時計。リカちゃん、こっちの設計図はできたよ。ハルト君、仕事が早い。こっちもできたよ。カッターを使って段ボールを切っていくよ。リカ君すごい、カッターさばきかっこいい。どんな問題、見てごらんこの切れ味。窓枠を切るのって大変なのにやるな、リク君。よし、それじゃあ僕も一丁切りますか。何？なんてカッターさばきなんだ。負けました。内心ばっかり任せてられないわ。切り取った部分を取ってフェンスの形にしていくよ。これは2枚4枚。私は窓のパーツを抜き取っていくよ。ポンポンポン、楽しそう。ポンポンポン、気持ちいい。みんな本当にすごいよ。パーツを全部切り終わったらクルーガンを使って組み立てていくよ。まずは昇降口と下駄箱から合体させるよ。リカ、やけどしないように気をつけてよ。大丈夫大丈夫、いつも料理して暑いのには慣れてるよ。おお、いい感じだね。今のうちに教室を作っておこう。1階は低学年の教室だから、リク君ももうちょっとしたらここで勉強するんだよ。それじゃあ僕も作りたいよ。こんな感じかな。うん、OK だよ。続いて大きめの段ボールをくっつけて、これが天井と庇になるよ。私は時計塔を作っているよ。丸い穴を2回に分けて開けたら、裏から穴を塞ぎます。その上からさっき切り抜いたパーツをくっつければいいのね。グルーガンで壊れないようにしっかりくっつけるのよ。翼ちゃん、グルーガン使うの上手じゃん。確かに、初めてとは思えないね。そうかな、なんだか楽しくなってきちゃったよ。うまくできるかな。さっき作った下駄箱の上にくっつけていこう。こうしてみると大きいね。1階の教室も準備できたからくっつけていくよ。表と裏の両方にグルーをつけて合体。できたら反対側の教室もくっつけよう。学校っぽくなってきてるよ。1階の天井を取り付けると、これが2階の教室の床になる仕組みだよ。2階の教室は高学年が使うんだよね。作っておいたよ。葵ちゃん、いつの間に。ハルト君とリク君をお手本に見ながら作ったんだよ。葵ちゃん天才じゃん。みんなが力を合わせればどんなことだってできるんだよ。すごい、もう2階までできてるよ。屋上はフェンスをつけて安全に遊べるようにするよ。屋上で遊んだりできるの？それ最高じゃん。早く大きくなって学校に通いたいな。私も私も。校舎のすべての窓に枠をはめていくよ。これで嵐や台風が来ても大丈夫だね。そういえば今何時くらいなんだろう。細かく切った段ボールをハサミでカット。これに穴を開けて時計塔にセットしていくよ。上から画鋲を差し込めば大きな時計の出来上がり。今何時かな。くるくるくる、5時だって。大変だよリカちゃん、急いで完成させないと、もう日が暮れる時間だ。急げ急げ、みんな帰る時間が迫ってるんだね。私門限6時だからやばいかも。ラストスパートだよリカちゃん。みんなお待たせ、新しい学校の土台が完成したよ。あとは色を塗れば出来上がりだよ。うわ、すっごい立派な校舎だ。教室の窓からベランダに出れる。本当だ、すっごい景色もいいわね。たった1日で学校の土台を作るなんて信じられないよ。私も頑張ったよ。私たちも頑張った。さ
チェンジってすごいのね。大人顔負けね。リカくん屋上危ないよってハルトくんまではしゃいでるよ。リカとハルトくん、翼ちゃん、さくらちゃん、ミキちゃん、アキちゃん、リクくん、アオイちゃん、みんなで協力して作った新しい学校、いいねって思ってくれたら評価をぜひ。さあここで質問だよ。みんなは学校の校舎何色に塗ったらいいと思うかな。答えはコメントで教えてね。チャンネル登録もよろしく。次はどっちを見ようかな。